どうも、ねずっちです。10円玉の製造枚数がですね、20年前の1割になってるんだそうです。ねえ、理由としてはキャッシュレス決済のね、拡大というんですけど、なんか間違ったトレーニング方法みたいな感じだね。どういうことかって、効果が減ってるっていうね。まあだけど10円玉ってね、すごく身近な存在だと思ってましたけどね、効果だけにね、関係性も濃いんですね。でもちょっと遠い存在になりつつあるんですね。今後ますます縁遠くなっていくんでしょうか。これからは10円と書いてね、遠円と読むべきかね。ねずっちです。ではまた。